バトルリーグSシーズン4第2試合は不惑の勝負師コージ VS 不肖門のゆとり代表椎名舞茸。虎視眈々と連覇を狙う前シーズン王者を第4シーズンの好一点椎名舞茸が迎え撃つ。おはようございます。まずは椎名舞茸から入場。だいぶ配置が変わってんな。結構オープンの時ぐらいに私このお店来たことがあって、その時は絆とかもそうだけど円形の島が結構強いイメージがあったんですよね。これがいいかな。これにします。1台目はマイジャグ3。椎名舞茸は円形島のマイジャグラー3を確保。対するコージは舞ちゃんはなんか昔来たことがあるらしいんですよね。ただ僕はもうまるっきり土初見の店なので、もう本当にオーソドックスに設置台数の多い機種を行きたいと思うんですが、やっぱ絆からか。基本的にやっぱりガイアさんって単純にやっぱへこみ台の上げでいい、僕が言っているちょっとへこみすぎなような気がする。これでいきましょう。コージは前シーズンの開幕戦同様バジリスク絆で勝負。4分の1で C 以上ですよね。これはどっちだ。弱地でいった。おっといいんじゃないの。壇上屋敷上がったら10ゲーム以上の兆候が保証されるので、これ 75% ですね。ただこれ外したらすげえ痛い。嘘でしょ。大丈夫だよね。赤くなるよね次。あれ次は大丈夫だ。やばいなこれ。外れる時のパターンだ。うわー幸先割り。朝一 75% 外した。前回の優勝者であるコージさんと第1戦目戦うってことでちょっと緊張してます。なんか結構普段ねコウジさんにはよくしてもらってますけど、パチスロの面ではなんかちょっと未知数なところがあるんで、よし勝った136。ここから見えるんですね。レギュラー。この出玉はあっさりと飲まれてしまうが、ジャグラーってもう本当に分かんなくてって喋ろうと思ったら光っちゃった。チェリービッグでした139。その後追加投資を最小限に抑えてビッグボーナスゲット。ジャグラー打ってる時何考えながら打ってるんですかとかよく聞かれるけど、もう本当早く引かんないかなぐらいしか考えることないんで、この台もうあとは細かくブドウの数値を確認して100ゲームとか200ゲームとかである程度ボーナスの合算が良くなる、安定してくるまではちょこちょこブドウ数値見ながらやめるかやめないか考えつつみたいな、早くいかんないかなーって。一方打ち始めてから180ゲームが経過したコージは、おっとこれは謎ですよ。多分兆候まだいるでしょう。でもこれ同色出てきたら悩むけど、ああもう全く分かんなくなりました。昇格の可能性すらあるんで、まあいいや、よかったよかった。7000円ですね。まあ長考中のラボです。はい、 AT 当たりですね。190。工事液晶7揃いでバジリスクタイムも確定。ここでまあ奇数差ですね。ただ設定6の場合は、3切りと6切り以外均等になるんで、こういう例えば5とか1とかで告知されて偶数挙動だったらかなり熱いです。さあおぼろちゃん、おぼろちゃん、行くな。なぜ一応もう証人には言ってる音楽が流れてますんで、よし OK、 ナイス、いいタイミング。11ゲームですね。バジリスクタイム開始早々に同術揃いをゲットした工事。とりあえずこれで BC は確定。無双一戦のチャンス。ただ無双一戦行く時大体ブルります。さあ来い、工事玄之介海岸で新道術チャンス確定。簡単だな。だそうです。まあ20ゲームぐらいですね。やばい、ラストだよ。ちょっと弱いですね、3個。まあまあしょうがないです。その後5セット目まで駒を進めた工事。おわ巻物ジャックチェリー、とりあえず継続です。とりあえず継続です。鷹が飛んでくれば、鷹と蛇が飛んでこい。これはもうどっちで当たったか分かんないし、巻物なのか、最後のジャックシェリーなのかね。はい、新道術チャンスでは思い描いていたような上乗せができなかったものの、ようやく BC ゲットに成功した工事。ここでドル箱に手が届く。そして1回でいっちゃうの。もう負けます。7セット79終了。今回は7セット848枚獲得で終了。一方店内を物色している椎名舞茸は、点数ついてる台に座ってるお客さんもちらほら。あいたー、さすがにこれは打つ。ボーナス確率の良好な台が空いたため、早速持ちコイン移動を試みる。果たしてこの大移動は吉と出るのか。3分の1の台が空いたので、これは正直そんなですよね。前日のデータに関しては、前日前々日に関してはそこまでいいデータではないので、まあ全部が全部ね、据え置きとは限らないでしょうけど、ああ光った、早い。125。レギュラー。椎名舞茸投資1000円でヒットするが、残念ながらボーナスをつなげられず、この台が高設定であると信じて、もうしばらくは打ち続けますけど。とそこに舞ちゃん、どこだ。あ、いた。あー、残念だな。いじらずにおきましょうか。ねえ、そうか、俺のこう設定っぽいんだよな。舞ちゃんには頑張ってもらいたいから、でも俺には負けてもらって他で頑張ってもらおう。 BC とバジリスクタイム初当たりを重ねて出玉を増やしている浩二。ここまでの挙動には満足している様子。8点出るから8。さあ今日初の同色ですね。ただ残念ながらモードは悪いんだよな、降格中だけど。出るで当たったと思います。ここも設定差あります。まあ同色じゃなかったらベルじゃないんですけど、同色じゃなかったらどうやったなんだ。赤いの出ないかな。赤いの出ないね。この同色 BC では何も起こらなかったものの、弱手のような気がする。もう一回玄之介でいきましょう。その後75ゲームで再び同色 BC をゲット。ここで決められるのか。ダメじゃんこれ。あ、よかった。900は確か AT 確定だよね。違ったっけな。っていうかまあ2桁で 青のままの時点で激アツなんですけど、よかったよかった。あんまり飲まれることなく次の AT につながりました。何で当たったの？謎当たりだよ。全然わかんない。もう完全に6の強度になってきた。6は4は青同色が出にくいんですよね。5は赤同色が出にくいんですよ。6は両方出やすいんですよ。欲しかった同色 BC が続き、自信が確信に変わった浩二はさらにその後も。26は赤一色。72、まあ継続だと思うんですけど、あーチャンスはパターンなし。うわー、終わりよった。浩二今回は6セット709枚獲得で終了。その頃の椎名舞茸は当たった。306ゲーム当たった。びっくりした。7000円だから、追加投資が6000円、総投資が1万7000円。またチェリー。106、137。今日はチェリー同時が多いな。柔軟練しろとは言わないんで。せめて2、3連ね。こう見栄え的に。連チャンするといいなーっていう。あーしゃー言ったそばからまたチェリーですけど、めちゃめちゃチェリー。ビッグがいいなー。レギュラーでした。あー綺麗なリーチ目が出ました。どっちだろう。ビッグの連打で出玉を増やすマイタケに勝機は訪れるのか。お、かけた。チャンスアップ。かけろ。確定だ。一枚。連続演出か。いやー、弱。あ、当たった。なんかもう。言ってること全然当たんない。おお。157。やはり高設定なのか、またしても同色 BC を引き当てたコージ。このチャンスを生かせるのか。同色 BC 全然生かせてないですね。しかしその後、3勝でリップ、なぜ謎です。これはひょっとしたら定格かもしれない。ああ、もうこれ6だ。当たんないけど、今度はおそらく謎当たりで同色 BC をゲットするが、ここでも何も起こらず。そしてもう6としか考えられないです。まあ当たってないですけど、いやー、これで3スルー、しかも全部同色3スルーだよ。もうやだ、もうプラス要素を重ねるが、なかなかチャンスを生かせないコージ。このまま沈んでしまうのか。さっきのおぼろのカットインで当たらないとか、玄之介カットインで連続エースいって当たらないとかだと戻し以上なんですよね、確かね。なるほど。もうとことん玄之介でいきますんで、3切りが出たら、天然で、普段やらない天然でやります。後期言ったかな、今無音だったような気がします。工事の聞き間違いでないならバジリスクタイム確定となるが、ね、まあ6ですわ、これ。些細な演出も見逃さなかったコージ。本日5回目のバジリスクタイムに突入。あ、でかい。ナイス。水槽中に当てた。まずは開始から21ゲームで BC を射止めたコージは、さらにその後も。コージ、どこまで手玉を伸ばすことができるのか。そして椎名舞茸は自分ではなんか若いつもりではいたけど、実際体のメンテナンスが定期的に必要になってくるって実感すると、いつまでも若いつもりでいちゃいかんなと。あ、そんな話をしてましたら光りました。205ゲームビッグ、まだ850はないんですよね。まだマイナスなんですよ、おそらく。ちょっとマイナスぐらいなんだよな。うわー、早い。連チャンしたー久々に連チャンした5ゲーム。やったー。これでプラスいくかなみたいな感じですね。いや、連チャンすると途端に楽しくなるからジャグラーって不思議ですよね。あ、早い。6ゲーム。急に連チャンし始める。これで完全にプラスです。多分900枚ぐらいになるから。1桁台の連チャンで一気に出玉を増やした椎名舞茸はここでドル箱に手が届く。さらにその後もこれが13連のトリガーになるかもしれない。140ゲーム。ああ、っていうか6を自覚してまともに出るの初めてかもしれない。ああ、まだでもこんな枚数じゃ全然飲まれる。あっ、きたー。巻物引け。すぐに巻物引け。そろそろやばいよ。もう保証ゲーム数終わってるよ、多分。やばい。まあ、ナチュラルに長い保証を選ばれてる可能性もありますけど、やばい。やめて。このチャンスを生かせなかった浩二はその後5セット目まで駒を進めて、これ当たるやつでしょ。また謎ですね。いいよ。ちょっとはまってたんでね。150ですから。浩二が BC を消化したところで前半戦終了。さあ、ちょうどいい、なんでしょう、はまったところでまた謎の当たり方をしまして、おそらく6だと思います。でもちろん後半戦もこのままこの台で突っ走ろうと思うんですけれども、なんとなく舞ちゃんに申し訳ないね。なので舞ちゃんにも後半戦頑張ってもらいたいと思います。対する椎名舞茸は前半戦終了ということで、まあ、午前中1台目は残念ながらボーナスもなかなか引けないみたいな感じだったんですけど、2台目はですね、ボーナスの合算も今のところいいし、ブドウの確率も 5.6 となかなか好調なので、後半も引き続きこの台を打っていきたいと思います。まあ、ちょっとね、浩二さんの様子一度も見に行けてないので、自分の台に夢中で浩二さんの様子どうなってるのかわかんないので、まあ多分なんとかなるんじゃないかなみたいな。とりあえず後半は浩二さんの様子を見ながら、ちょっとその後ね、戦っていきたいなと思いますので、引き続き応援よろしくお願いしますということで、後半も頑張ります。今回撮影に協力していただいたメガガイア岩槻店はパチンコ789台、スロット641台のラインナップ。大型駐車場完備の当店は最新設備、充実したサービス、バラエティ豊かな機種構成でお客様に愛されるお店作りを目指しております。近隣の方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。お客様のご来店、スタッフ一同心よりお待ちしております。ということで後半戦、まずはバジリスクタイム10セット目に突入した浩二から。やばい、当たってないどころかこれで終わるかも。やっぱりこれで当たったんじゃない？ほら、多分なんてラッキーなんだ。多分190ゲームとさせていただきます。35、11セットの1351枚ですね。一方の椎名舞茸は現状300分の1、レギュラーに関してはレックは全然足りてるんですけどね、レギュラーがちょっと足りない。現在のところ不安要素はレギュラー確率のみ。その後300ゲームを超えてしまう椎名舞茸にようやく316、どっちだー、ビッグだー。椎名舞茸316ゲームでビッグボーナスゲット。そしてここで対戦相手コージの状況をチェック。舞茸が偵察に来てる。どれぐらい出てるのかな、多分このぐらいです。このぐらい。コウジ、ここは王者の貫禄を見せつける。チャンス目170。まあ構成点は間違いないんで、っていうか多分僕の中で6は間違いないので、チャンス目は大事です。あとは確定演出を待つだけとなったコウジは、その後本日初の300ゲームハマりに突入。ここで踏ん張れるのか。ああよかった。でもだいぶハマっちゃいましたね。ようやったなんだ。390。長えなあ。当たんねえや。いやーこれ本当に6、これ6じゃないな。予想外の BC スルーに暗雲立ち込める工事だったが、下段にね青バーが止まると熱いんですよ。違う演出ってよ。バジリスクタイムには嫌われるものの、早いゲーム数で BC を重ねるコウジ。このチャンスを生かしバジリスクタイムを射止めることができるのか。出た。あれ行くね、多分行くね。このゲームでカットに出てほしかったんだよな。いやー微妙。ああいかねえよ。連打が出ないと厳しい。出ねえよ。うわー残念ながらここもスルー。とりあえず伸ばせるだけこの台で出玉を伸ばして、コウジさんの出玉が削られるのを待とう。コウジの状況を知ってか知らずか、コウジの自滅待ちにシフトした椎名舞茸、思惑通りに進んでくれるのか。あーよく今日はチェリーで光りますね。ビッグが多い。チェリービッグがめちゃめちゃ多い。ビッグは嬉しいんだけどな。ビッグのおかげで出玉は減らないものの、レギュラー確率は下がる一方の展開に不安を感じている様子。たまにはレギュラー引いてくれないと設定的にはちょっと不安ですよね。まああんまりレギュラーばっかりに偏っててもレギュラーいらないよってなるんだけど、あまりに引けなさすぎるとそれはそれでちょっと。ここから持ち直すことができるのか。レグノスケのカットインは連続エースにいかないと意味がないんですよ。これレア役否定すれば当たりですね。同色が来たよ。でも広角じゃない。本当にこう同色の時はジャック・シェリーと手をつけるしかいけないな。ようやく来ましたね、初めて。ただ外れそうな気がする。ああよかった。これでシナリオ変わってくれ。よし、とりあえず DC スルーが途切れたのはでかいです。待望の同術揃いでバジリスクタイムを射止めたコージ、ここから盛り返すことができるのか。まあこの BC はですね、BC や AT は一応そのシナリオを途絶えさせる、シナリオをこうチェンジするっていう意味では無駄ではなかったはずです。単発であろうともできればもうちょっとつながってほしかったですけど。その後壇上屋敷ステージへ移行してこれ当たってますね。兆候の謎当たりってやつですね。兆候の謎当たりです。え、ようやったな。白だ。またこれ当たってねえじゃん。6じゃねえのか、これ。まあ A か B だったら全然外れますけどね。70。早いゲーム数で BC をつなげたコジ、ここでのバジリスクタイム突入はあるのか。その頃の椎名舞茸は相変わらずブドウはいいんですね。5.8。ぶどうはめちゃめちゃいいまま、そのままキープしてる。そしてぶどう確率を信じて粘ってみるが、またしても300ゲームを超えてしまう。枚数で勝つためにはもうちょっと出玉を増やさないといけないんですけど。コージさんとの3枚勝負にたとえ負けたとしても一応プラス収支で終えればポイントは加算されるらしいんで1ポイント。まあ今日1日限りの戦いじゃないんでね、今後他の人たちとも戦わなきゃいけないってことを考えると、ここで無理に変な考えを起こして荒い機種に行ったりして出玉を削ったりしちゃうともったいないので、この台を打ってる限りはおそらくですよ、おそらくは多分今日は負けることはないと思うから。しかしそんな予想とは裏腹に本日初の400ゲームハマりを食らってしまう椎名舞茸。あ引かれましたー。ようやく引かれましたー。肩こったー。432レギュラー。ああ、よかったよかった。いや、よかった。ビッグで嬉しい反面、レギュラーもそろそろ。とりあえずボーナスを引けて一安心。その後のジャグレンに期待してみると、おいしょー、久しぶりのお姉ちゃん。86ゲーム。いいよいいよ、いいですよ、いい流れが来てますよ。40ゲーム、これで多分元に戻った、ピークの出玉まで戻ったか、ちょっと増えたかなぐらいです。とここに、お、すげえ朗報があります。はい、6じゃないです。ほらー、やっぱり多分6じゃない。結構ぎっちりしてるよな。出玉的にはいい勝負よ今。あ、本当ですか、うん、もう絆やだな、もう打ちたくねえな、あの絆。BC を重ねたものの現在3スルーの工事。設定カンパ的にもマイナス要素が強くなってきてしまった様子。チャンス名はモードの抽選するじゃないですか、まあ、設定6だと2分の1で上がりますよね。で上がった後に、広角に上がる抽選するんですよ。で例えば C に上がった後の、まあ、その同じチャンス目です。先にモード移行抽選をするんで、C に上がった場合はモード C の確率でチャンス目による、広角移行抽選するんで、あ、空中リーダー、はい、当たった。あ、チャンス目の次ゲームだよねこれね。じゃあこっちかこっちですね。レバーオンであれ出てれば激アツなのに。114ゲームで異色 BC をゲットした浩二。ここでのバジリスクタイム突入はあるのか。斬撃はちょっと熱いし、しかもでかいし。いやー、今のは当たってると思ったのにな。今のはあ、でも成立ゲームで当たってるっぽいですね。チャンスアップです。100人未満じゃないのに赤ね。あ、どっちか分かんない。これ同日揃いを引いたのか、巻物のによる。でも巻物による方は多分さっきの玄之介のカットインの方だと思うんですよね。おい、どうなってんだよ。当選契機は不明ながらも、なんとかバジリスクタイムにねじ込んだ浩二。さすがに単発だけは避けたいところだが、あれ終わるな。ということは単に巻物で当たったんだ。うわー、39183。2連続の単発終了で予想以上に出玉を削られてしまった浩二に再びチャンスが訪れる。青文字出て、青文字激アツだって。嘘でしょ、激アツ外さないよ。あと 2,3 回気持ちより引けば振動率まで上がるんじゃねって言おうとしたけど。そしてさすがにひよったのか、ここはオボロビンシーを選択するとエフェクトなし。ああ、当たらない。絶対当たらないと思ったのに。ああ、玄之介でやりゃよかった。もしかしたら内部的な動機揃いかもしれません。コージ、今度こそ単発を回避することができるのか。やべ、また単発だ。3連続単発だ。いやきついな。2407ゲーム回してブドウが408 5.9。まあちょっとずつ重くはなってますけど、それでもまだ 5.9 ですからね。ああ、やっと勝った。301、ほい。ああ、飛びいくばっかり。助かる。勝りましたー。129。わあ、お久しぶりです。コージさんもそろそろ絆をやめて、残りの時間はノーマルタイプでもう一勝負っていう感じなんでしょうね、時間的に。果たしてレギュラー確率は収束してくれるのか。こちらはまたしても出玉を削られているコージ。ここで巻き戻してがいいんだよ。お、当たったべ。ちょっと演出ないとちょっと怖いな。赤い月は赤い月。赤か緑ちょうだい。なんとか天井到達を免れた工事。この BC では何も起こらなかったものの、何もレア役なしでの発見だったら証拠確定ですもんね。レインボー。その後83ゲームで再び移植 BC をゲット。そしてあ、よかった。危ねえ。おかしくねえかこれ。何かの間違いで当たっててよ。39の133枚。後半戦に入って出玉を大きく減らしてしまったコージ。滞在モードを確認して諦める。はい、バジリスク絆ですね。1855枚。145m ならもうちょっと早くやめときゃ2000枚あったんですね。一応2000ポイントを目指してジャグラーあたりを攻めてみたいと思います。投資そんなかさんでなくて8000だっけな、6000だっけなで1800枚でしょ。ってことはマイナスになることないからプラス入れていいんじゃない。あんなもんすぐ当たるでしょ。111って設定5以上ですよ。一応プラセルがいい感じで開いたのでプラセルを打ちたいと思います。外れた。3000円ですね。ああ。よし。326ポンドルビットです。目論見通りビッグボーナスを引き当てたコジ、ここでタイムアップ。手元のコインを流してみると、さあ、バジー絆の後ですね、打ったクランキーで3000円で2015枚あ215枚でした。トータルが2050枚ですね。ドンピシャ、お疲れ様でした。5.8。ブドウは 5.8。 ただボーナスが重い。そして良好なブドウ確率を信じて打ち続けてみると、なんだ600って。ここでドル箱のコインに手を出した椎名舞茸。願わくば持ちコインでボーナスをつなげたいところだが、よっぽどのことが起きたから今日は負けるぞ。でも今日の実戦で分かりました。なんかやっぱり何事もバランスが大事だと。ぶどうだけ良すぎてもダメだし、レギュラーの出現率だけ良すぎてもダメだし、合算だけ良すぎてもダメ。一時は勝利を確信したものの、結局出玉を飲まれてしまった椎名舞茸。大事な何かを悟ったところでタイムアップ。あんた出玉が全部飲まれた。というのもブドウを信じすぎて追いかけた結果です。皆さんもブドウはあまり信じすぎないようにということで、実戦終了、お疲れ様でした。バトル終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まいちゃん、怒っているの？怒っているの？そんな怒るわけないじゃないですか。怒ってるやん。さっきだってそこでこうやって座ってて。体育座り。ちょっと機嫌が悪いだけです。あ、本当ですか。じゃあ本日の手応えなんかを、はい、まあ一言二言ぐらい。手応えですか。はい。ないです。何も。マジですか。はい。何もないです。あ、そうですね。聞いた僕がバカでした。じゃあ僕の方を話していいですか。ちょっとね、納得いってません。僕6だ6だって言ってたのが、もう飯食い終わってからね、なんでしょうね、2になりましたね。出たクレーム。だからこう合わせて4ぐらいかなみたいな。だから言ったじゃないですか。いつものことじゃない。おかしい。だってあんな昼飯の時にあとはサンベル待ちだってやってた。だってサンベル行くまで全部源之助でやるからとか言ってたんだ。で途中からだってひよって、だってちょっとおぼろでやっていいですかねみたいな。ちょっとモードちょっと見ないとまずいんでみたいな。じゃあまあ勝敗の結果を見てみましょうか。お願いします。ザン。ありがとうございます。うまいなこいつさん。うまいでしょ。だ僕なんか偉そうに6だ6だって言った手前、これ6だって言ったのやめたらおかしいよねっつってずる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 引っ張られてしまって、最高潮で多分2800枚ぐらいあったんですよ。そうですよね。そうですよね。それを1000枚ぐらい飲まれまして、もう無理だっつって流したら1855枚で、あっ2000枚切ってるっつって、でクランキー行きました。そしたらあれ145枚だろ、あクランキーでいいじゃんみたいな。そしたら3000円で当たって、流せ流せっつって、うん、で2000枚一応キープさせていただいて。なんかせせこましいですね。おい、お前もやってただろ、あれが同じようなこと。僕はちゃんと持ちコインで1個引いて4000枚。なるほどなるほど。なんか前回王者なのにね、ちょっとじゃ前回王者だからこそのこのバトルリーグ S の立ち回りをよく知っているという。負けたやつが偉そうに言ってんじゃねえ。厳しいな。まあだから多分お昼もあれブラフだったんだよね。ああなるほど。ブラフとかそういう横文字使わない。多分ちゃんまいの気持ちをそぐために。いや今日はそうですね。いや大の氷山も言ってましたけど、円形島が強いと、まあそれはもう前からそんな感じのお店前からそうなので、なんで教えてくれないの？いや言ってたじゃないですか、まさぶどうめちゃくちゃ良くて、終日6切ってたんですよ。馬券だけついてきてない感じだったよね。もう合算も悪くて最後。あ、そうなんだ。なんでこれ売ってんだろうって思いながら。やめなさい。それだったら、そう思うんだったら流しなさい。さあということでですね、今回の結果を踏まえたポイントがこちらになります。お願いします。ほら、いいですね、4ポイント。そしてですよ、まあ前回のひょうさんが6ポイントか、さっきっていうかね、エンディングこの前に撮ってたんですけど、ひょうくんね、サードシーズンで5ポイントだったからね、トータルで。あ、そうなんですね。ここ押しとこうかなと思ってさっき言ってたから。じゃあもう一戦で超えちゃったんで。ただあれですよ、まいちゃん、心配しなくて大丈夫です。一戦あれば12、13ポイント取れるからね。いや僕ぐらいになれば。あの人実際やったから。1回やったのを10はやれるみたいな。万枚で12だから12まではいけんだ。大丈夫だよ。だからあと前回ひょうさんビリだからね。ビリの人がほら6ポイント取ってるから。でラッシーさんなんてなんか四角いなんか黒いのがついてるけど1ポイントプラスで勝ったのね。であとはまこちゃんとけんちゃんなんで、まあどうなるんだろうね。けんちゃんが勝つんだろうけどわかんないですよ。あ、本当？まあでもあそこは手堅くプラスにしてきますからね。健三さんは。だからやっぱ前だけはゼロはちょっと早めに抜け出さない。そうだね。そうそう。でもわかります。今日の。わかりました。はい、流れで。はい。これにでもちょっとね、その偏りすぎると、この激しい方言ってどつもにはまるんで、それはそれで気をつけてください。難しいですね。そっか、じゃあ次戦。頑張ります。次戦誰とやるのかまだ分かってないのか。分かんないです。なるほど。はい、じゃあ次回ね、まいちゃんはプラスポイントで終われるように頑張ってください。頑張ります。僕はひょうくんを抜く感じで、僕2連覇がかかってますから。朝はねモチベーションないとか言ってたのにね、2連覇するとかっこいいって言ってくれたから。はい、かっこいいと思います。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。絶対2連覇する。あれなんだあれとかじゃないから。なんだあれとかじゃないから。はい。それではですね、今回はこの辺で失礼いたします。次回もお楽しみに。さよなら。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信。毎週火曜水曜配信、ういちとひかるの面白いテレビ。毎週木曜配信、魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん。毎週金曜配信、どうにか貧乏家族。さらに第3第4月曜、斎藤セブンカップの最新大会を配信。 YouTube オリジナル番組未公開シーンも不定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。斎藤セブン TV。